私が指摘しておいたやつね。はい。今日の今日、私が、まあ、プロジェクト Y の駐車場で昨日、はい、まあ、衛星外でモンちゃんと立ち話になって、はいはい、まあ、そこで寝たんだ、はい、あ、なるほど。目が覚めて起きたら彼女と CPU 君がいて、はい、まあ、急に私が現れたもんで驚いたんだと思うんだが、はい、非常に慣れ慣れしく話しかけてきてね。わ、まあ、CPT 君がギャングだというのは私は知ってるから。それは CPU 君だ。はい、そうですね。CPU 君がギャングだというのは知ってるから。はい。それはそれでいいとして。はい。森ルンルンについてはそうではない。はい。はい。私がギャングのどういう立場の人間かというのは、うん、彼女は知っていい？ないと思う。ない？本当か？ちょっと本人に聞いてみないとなんとも言えないんですけど、ただギャングの人ではあるっていうことは説明してます。私が、ほう、説明をしました。前回のことがあり、うん、本人には説明しました。説明している。はい。なので本人も、次回からは気をつけなくちゃならないと常に言ってましたし、うん、呼び方ももちろんそうですけども、うん、次回あったら前回以前はすいませんでしたって言わなきゃなっていうのは言ってました。言っていたのはいつの話？前回お名前の話があった次の日ぐらいですかね。では今日の話じゃないんだよね。あ、今日の話では今日は、まあ、今日は今日で謝らなきゃいけないとは言ってましたけど、うん、うん、でとても気にしてはいました。とても気にしてはいました。なんか失礼なことしちゃったかなっていう、失礼なことをしてしまったかどうか、はい、失礼なことをしていると私は認識しているたけし、はい、部下の教育がなってないようだな。すいません。だからそういう頭になってるんだぞ。はい、承知です。たけし、はい、この前私がお前の話を聞いた時には他の店舗をぐるぐる回ったりして見聞を広めたいという話をしていたが、はい、自分の今ある店の従業員の管理もできていないのに自分の見聞だけ広げてどうするんだ。そうです、はい、本当です。銃撃ちたいだ、はい、生意気なやつや。あれじゃねえの？あ、そうですね。銃撃ちたいで警察に入んのは何かな。なんだ。お越しくださりありがとうございます。うん、お母さんに今までしてきた行いについて、言動も含め、ルーさんに今までルーさんや社長さんに迷惑をかけてしまって、しまっていたのもあって、私はどうしても、お母さんに直接、謝罪したかったんです。そうか。ええよ。やっぱりお母さんの気持ちになった時に、なんかあだ名つけられたりとかしたのはすごく嫌だったんだろうなって。
ちょっと待ってもらっていい？うん、あ、うんうん、そうか。はい。うん、分かった。で、それで、うん、今日も私すごくこの会社好きで、うん、好きな皆さんにご迷惑をかけたことも謝りたかったし、うんうん、ワンさんが、うん、この会社のこと嫌いになってほしくなくて、うん、ワンさんにその気持ちを、うん、誠心誠意伝えたいってずっと思ってて、うん、で、18日の今日、うん、反省の気持ちを、うん、どうしても本人のワンさんにお伝えしたくて、うんうん、この場を設けて、うん、あの、お知り合いの方がいたので、うん、連絡取ってもらいました。そっか、はい。君はいくつなんだっけ？今日、15日で1歳になりました、うん、1歳なのによくできたね、うん、でも1歳じゃないでしょ。本当はいくつなの？本当の1歳です。本当は？え？ 1 歳？なん、どういうことですか？1歳です1歳です。あの、ルンルンはそうか、あの、ルンルンはあの赤ちゃんです。なんか、妖精みたいなやつです。なんか俺、はい、宇宙人もいれば妖精もいます。はいはいはい、あの、はい、神ルンルンっていうのに憧れてて、はいはい、え、何ルンルン？神ルンルン。神ルンルンで、神ルンルンに憧れてて、憧れて、それで、あの、働かないで来たから、うん、怒られてこの町に来たんです。何でこの町に来た？ずっと0歳の時に働かなかったので、うん、あの、上司に怒られて、この町に社会経験をしてって言われて、うん、偉いね。怒られてきたんです。怒られてきたのか。怒られてきた。ああ、そっかそっか。で、うん、本当に、あの、社会経験がないから、うん、なんか人との接し方がよくわからなくて、うんうんうん、なんか正直人間がこんな接し方したらよくなかったの知らなくて、うん、気持ちわかります。で、それで、そんなお偉い方だとも知らなくて、うん、私は偉かないよ。ビールも、あの、偉い人だったって誰が言ってたの？え？誰？誰が言ってたんだろう。うん、多分この町の皆さん偉い人だって。私は、はい、ギャングの中で偉いだけで、ギャングは、うん、偉い人違うよ。ギャングは悪い人。あなた、警察やってんでしょ？警察の体験をしました。今日もヘリコプター乗ってたんじゃないの？はい、うん、ギャングは別に偉い人じゃないよ、はい、何の人？悪い人でしょ？はい、そうよ。別にその悪い中で、うん、その群れて集まってる中の一つの偉い人かもしれんけど、それは自分の組織だけよ。あ、じゃあルンルンにとっても偉い人です。違うよ、ルンルンにとっては偉い人ではないよ。ルンルンが私の部下になったらルンルンより偉い人になるけど、ルンルンはおまわりさんを目指すんでしょ、
PYC になります。はい、そうです。あの体験をね、あのしてるっていう感じだけですね、今は。おう、はい、銃が撃ちたいんだってね。あ、銃も大好きです。やろうか。ん、銃？銃撃たせてやろうか。銃はまだ撃っていい、ライセンス持ってないんです。もうライセンスなんかいらないじゃん。ルーないんですか？はい、助けて。ライセンスはいります。いりますので、うん、今は打てないね。ルンルンは打てないです。はい、うん、分かりました、ルーさん。はい、はい、で、うん、そうなんです。で、一番言いたかったことは、うん、あの今後もご迷惑をおかけしないように、うん、ルンルンは考えて行動しますし、うん、ルンルンはお母さんのお友達、うん、お仲間の方にもご迷惑をおかけしないように頑張ります、うんうんうん、はい、はい、だから今回の件は、うん、ルンが謝罪して、うん、あの責任を取りたいです、うん、で、こうやって、うん、あのピーマンシンをルーさんが作ってくださいましたが、うんうん、ルルのこと嫌いでもルさんのこと嫌いにならないでください。お願いします。おー、なるほどね。あと PYC も、うん、なんかルルは好きでいてほしいんです。みんなに、街にいる人、うん、みんなに好きでいてほしいって思います。どこで聞いたことあるフレーズだけど。ありますね、うん、いいよ。で、本当にお二人にも迷惑かけたし、ごめんなさい。ルンルン、はい、あの、刺して私は怒ってないよ。え、ただこの町にはこういうめんどくせえのもいるっていうのを、はい、が分かっただけでもめっけもんじゃないか。はい、めんどくさいって何か、ん、あ、こういう怖いおじさんとかがいるっていうのだけ分かっただけでもいいんじゃない、はい、なるほど、うん、お勉強になりましたね、はい、私だけではないよ。うん、他にもね、まだいらっしゃいますからね。だから機嫌が悪い時もあるかもしれないじゃない、うん、はい、ギャングはね、うん、そういう時に、はい、急いでたりとかね、うん、その時になんかふざけてちょっかいかけて怒られちゃうことが今後はないといいね。わかりました。うん、なので今後も気をつけます。はい、始めます。おやすみなさい。はい、今日はお時間をいただき、お二人もありがとうございました。そしてあちらの方々も本当にありがとうございました。おい、お前ら、ありがとうだって。どういたしまして。お二人もお時間をいただきありがとうございました。はい、シャナシナ。感謝しています。お、シャナシナ。なんですか？仕方ないね。仕方ない。仕方ない。はい。エコー、お兄さんと約束してくれ。はい。エコだよ、見つけたら俺に連絡してくれ。エコだよ。エコだよ、見つけたら俺に連絡してくれ。あなたは誰ですか？俺は正義の味方だ。あ、正義の味方に連絡？はい、そうだ。わかりました。ありがとう。はい。そして、あの、死に方さんも、間を取り持ってくださりありがとうございました。いや、僕は何も、ボスが時間作ってくれたんで。はい、ボスの時間をいただきありがとうございました。この子面白い子はな。はい、面白いですね。でも純粋でまっすぐダメです。さらってうちで調教してダメです、銃撃てるように。ちょっと待って、えしたいだろ。ダメです。